めちゃくちゃ変化球、なんかバランスいいな。マー君、投身おかしいだろ。こんなんじゃないだろ。もっとバランスいいだろ、マー君。あと、なんか、顔きつくない？リアルのマー君の方がもっとなんか、優しさがあるんだけど、このマー君、顔きついわ。なんか、マー君じゃない。マー君ではないわ。目つきがきついわ。一人だけ笑ってるやついるな。ベンチの野手の中で一人だけニコニコして見てるやつがいる。こっちよ。加藤は真顔ですね。なんなら使わないでください。林くんは露骨に今日は打てませんって。小園海斗は知らんぷりしてるな。俺じゃないだろうなって。お前だよ、清宮。一人だけニコニコしてこっち見て、この状況でニコニコしながらこっち見れるやつなんかいないから。来い、清宮。この状況でお前だけだ。そのメンタルを買ったんだよ、俺は。大丈夫か、これ。清宮、大丈夫か、これ。清宮だ。あの清宮じゃない。日本ハム清宮だ。早稲田実業じゃねえ。返せ、早稲田の清宮を。出た、勝利に貢献。貢献してたか？待て待て。見せてみろ、お前。あんま覚えてないぞ、お前のこと。お前か？お前なのか、本当に。見せてみろ。お前か？ 4 点の内訳、お前か？何が貢献なの？は？2個フォアボール2個フォアボールだけで貢献って言われんの？フィールズだろ、こんなもん。どう考えても。ちょろい世界だな。2個フォアボール選べるだけでヒーローインタビューかよ。